に積まれた廃棄物廃棄物とは不要になり廃棄の対象となったもの及びすでに廃棄された無化物バーゼル条約でいう廃棄物とは処分がされ処分が意図されまたは国内法の規定により処分が義務付けられている物質または物体を言う廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条によれば廃棄物とはゴミ 粗大ゴミ、萌え柄、おで糞尿、陽、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または、不要物であって、固形状または、液状のものを言うとされており、産業廃棄物と、一般廃棄物に大きくに分類される。ここで、廃棄物については、占有者が自ら、利用し、または他人に、優勝で売却することができないために不要になったもの。 との解釈が厚生省環境衛生局環境整備課長通知により示されており、有価物は廃棄物ではないと判断される。循環型社会形成推進基本法においては、有価、無価を問わず、廃棄物等とする。廃棄物とは、潜有者が自ら利用し、または他人に、有償で譲渡することができないために不要となったものを、い。 これらに該当するか否かは、そのものの正常、排出の状況、通常の取扱形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を、総合的に勘案して判断すべきである。バーゼル条約では廃棄物の処理とは、有害廃棄物または他の廃棄物の収集、運搬及び処分を言い、処分場所の事後の管理を含むとしている。 廃棄物処理コストに比べて排出者の負担金額が安く排出量に応じた料金負担がなされていないため排出者に廃棄物削減のインセンティブがないという環境経済学の発想から日本各地でゴミ有料化が行われている清掃工場または最終処分場が遠い場合はトランスファーステーションを利用する現行の処分場は不足しているが ニムビー問題と呼ばれるように、新規立地が難しく、より適正な維持管理、合意形成などの課題を抱えている。フリーガンと呼ばれる、廃棄物を再利用して生活する運動がある。廃棄物の割合日本の廃棄物の9割近くは、産業から出ている。廃棄物を埋め立てる、最終処分場の残余年数は、平成26年以降、微増傾向であるが、 最終処分場の数は概ね減少傾向にあり、最終処分場の確保は引き続き厳しい状況である。平成30年度末現在、一般廃棄物最終処分場は1620、施設、残余容量99,57千立方メートルであり、平成28年度以降、1億立方メートル、前後で推移している。残余年数は、 全国平均で21.4年であり、平成29年度以降微減傾向にある。大都市圏における残余年数の状況については、首都圏では26.2年、近畿圏では19.4年であった。また、食料の廃棄の多さが問題とされることが多い。食品廃棄物は、授業から平成30年度で1765万トンであり、そのうち、 過食部分と考えられる量は324万トンであり、約18.4%を占めていた。また、最終的に焼却、埋め立て等によって処分される量は340万トンであった。家庭の場合は、生ゴミは766万トンであり、内過食部分と考えられる量は276万トンであり、約36.0%の割合であり、 事業系よりも割合が高い。また、最終的に焼却、埋め立て等によって処分される量は710万トンであり、事業系と比べて直接焼却、埋め立てされる割合が高かった。そして、事業系と家庭の食品由来の廃棄物等は2531万トンであり、そのうち本来食べられるにもかかわらず捨てられてしまう食品ロスに関しては、 約六百万トンであったと推計された。ありがとうございます。